どうも、こんばんは、エネムです。今回は、東京グールリ・インボーク。大感謝ガシャチケット、今回も引いていくんですけども、おそらく、100連、シリーズはですね、今回が最後なんじゃないかなと思います。日付が、現在2019年11月23日、ということで、サービス終了が26日なので、まあ、これでね、100枚手に入るのも、もう5日かかるんで、もう5日もないんでね、このゲーム続いてるのが、というわけで今回が最後になります。まあここで、まあ、ちゃっかりねコンプしていきたいなと思っている次第ではあります。さあ SR、まあ、サクサク引いていきますか。あと持ってないのが入見さん、黒犬と あと誰だっけ、グールアモンとナキ持ってないですね。かなり強いです、ナキは。おい、ちょっと待って。ここに来て引きが悪いのはやめようぜ、さすがに。ここに、もう最後ぐらい、ちょっと盛大に行かしてくれ。あれ？おかしくないか？ちょっと待ってくれよ。これさ、SSR、今まで、3枚抜きとかはしたことあったのかな。うん、あったよね。なんか、助走重造3枚抜きとかしたことあったっけ。それは言い過ぎ？ SSR が7、8枚とか入ってた人っているのかな、この10連したときに。4ぐらいはね、俺も普通にあったと思うんです。さあ、グールアモンじゃない？これは。ナキか？え？ビクー。そうか、プレミアムっていう可能性もあるのか。なるほど、これはちょっとあれだね。一本取られたね。なるほど、もう完全にこれ、ナキか、グーラモンか、イリミさんだと思ったんだけど。あー、なるほど。まあ、気を取り直して。7、8枚 SSR が入ってた人っているのかな？相当な確率なんですけどね、それって。まあ、重造あの時何枚出たか分かんないけど、多分助走重造の時がすげえ神引きだったんじゃないかなと俺は思いますね。こうオール。オールめちゃめちゃ来るね、本当に。ちょっとこのオール、いつか動画内で使ってあげない。いつかっていうかもう、あと3日ほどしかないんだけど、ちょっとこのオールもう一回使わないとな。さあ、もう11月26で終わるって、なんかね、だんだんこう、あんま実感が湧かないんですけど、もう2年と半年以上やってきたゲーム、このゲーム開始されたのが3月ぐらいだったんでね、2年前の。もう2年半以上、毎日やってきたゲームなんで、いまだにこのインボケがない生活ってどうなるのかなと、携帯触んなくなるんじゃないかなって、思いますね。やりたいソシャゲとかもあるんですけど、まあ、なんやかんや言って、正直なんだろうな、もうこのゲーム多分ほとんどオートでしか回してなかったし、そのめちゃくちゃ難しい、最近で言うあの最終決戦とか、アンティーク攻防戦とかっていう美味しいクエストじゃない限り、ほぼほぼオートで回して派遣回収してただけなんで、ゲームをしてたかって言われると、まあ、別にそうでもないなと思うんですけど、まあでもね、まあ、なんやかんや言って一番触ってましたね。まあ、FGO とか、他にもいくつかソシャゲはやってたんですけど、明らか操作量の多い他のゲームよりかも、やっぱり、インボケ触ってましたね。まあ、自分が実況動画を、ずっと投稿してたっていうのもあるんですけど、まあ、いい感じに自分の、なんて言うんだろうな、生活とのバランスが取れたっていうか、リアルの生活とのバランスが取りつつ、片手間で派遣回収したり、逃走したり、周回、オートで周回したりっていうのが、やりやすかったんで、うまく自分のね、生活に取り込めてたゲームだったんじゃないかなと、俺は思います。まあ、僕は前から言ってる通り、ソシャゲにゲーム性は求めてないんで、というわけで、お疲れ様でした。これまで、この100連シリーズ見てくれた方、ありがとうございました。まあ、あと、
うん、インボケの動画は多分3本4本ぐらいサービス終了までには上げると思います。よかったらそちらの方も見てください。というわけでお疲れ様でした。